イニシエのドラゴンを倒すためにはあと3つのタリスマンが必要だ。神々の時代、人々は聖域に神々の世界を目指す巨大な塔を築こうと試みた。だがその傲慢さに神は怒り、都市を燃えても滅ぼされたと言われた。君たちは悪魔との戦いで傷ついた女僧侶の戦士と出会った。彼女はこの聖域を浄化するために僧院から使わされたものだ。何者かが聖域を汚し、魔界から悪魔の王を呼び出す儀式を行っている。神殿に聖域を安置し、悪魔の王を再び封じねばならないと彼女は言った。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？悪魔の王の復活を阻むため、君たちはその儀式を直接止めることを決めた。魔界への干渉のため地震が起こり、遺跡が崩れ始めている。儀式はこの先だ。君たちが見つけた魔法陣はおそらく儀式に使われているものだ。邪神像の奥から空気の流れを感じる。裏に隠された部屋がありそうだ。魔法陣に触れた瞬間、君たちは魔界へと飛ばされた。悪魔の王が戒めを解く、逃れようともがいている。
力を封じられた今ではまだ悪魔の王を退けられるかもしれない。悪魔のうちで最も恐れられる上位階級のデーモンが君たちを追って現れた。魔界でも悪魔の王に次いで上級のアークデーモンを倒した。君の名は救済者として寺院で永久に保管される書物に書き足されるだろう。君たちは青のタリスマンを手に入れた。